インドの中央部にあるマディア・プラデーシュ州で政府から与えられた土地を使い農家を営んでいた貧しい夫婦をこの土地から追い出すために警察官6人が作物を傷つけ暴力を振るう事件が起きました。夫婦の使っている土地に大学の校舎を建設したいという理由で警察が暴行を加え非常識なやり方で立ち退きを強制したのです。けれど被害者の夫婦は警察らに抗議するために農薬を飲んで自殺を図りました。彼らは心は貧しくないと堂々とした姿で警察に立ち向かおうとしています。二人は病院へ搬送され命は取り留めたそうです。夫婦には借金があったので作物を傷つけないように警察に懇願したそうですがそれを聞き入れてもらえなかったそうです。カースト制度は身分によって階級分けをしていた時代があり憲法で廃止されたのは1950年でした。それでも今も続くこの階級制度の名残で最も低い身分で生まれた者は一生涯その身分のまま生きるという現実が残っています。今回の夫婦はダリットと呼ばれる非差別民だったので警察はダリットの夫婦と呼び夫婦の名前を呼ぶことはありませんでした。身分の低いダリットは何をされても逆らえないと言わんばかりに警察は棒を使って意識がなくなるまで夫婦に暴行を続けました。また夫婦を助けようとした親戚に対しても同じダリットなため棒で暴行を繰り返しました。このビデオはインドだけでなく世界で何百万回も繰り返し再生されています。現時点ではインド政府はコメントを出していません。ダリットの身分の人たちは自分たちの土地を持つことはほとんどないそうです。ダリットを救う活動家や指導者によるといくつかの州にはダリットに土地を与えることを目的とした法律がありますが結果をもたらした州はほとんどないそうです。